え、高卒2年目科学メーカー勤務の者のです。現在働きながら i t 系通信大学のサイバー大学に行こうと思っています。ひろきさんはサイバー大学についてどう思いますか能力を身につければ転職はできると思いますか思いません。<laughs> いや、僕はサイバー大学あんまりよく知らないんですけど、あの、サイバー大学出身って言ってエンジニアがいたとしたら、あ、こいつ使えねえなと僕は思います。<laughs> あの、まあ、人によるとは思うんですけど、その、僕はエンジニアって自分でそのプログラム書きたくて書いてるやつ以外は、そんなに優秀だと思わないんですよ。 で、そのゲーム作りたいから、プログラム学んで、あのゲーム作りました。俺のゲーム見てくださいっていう人と、サイバー大学に行きましたっていう時点で、あ、プログラム好きでやってるわけじゃないのねって思っちゃうんですよ。で、その知識としてのプログラムって、まあ多分大学に行けばそれなりに学べると思うんですけど、そのプログラム現役でやっていこうとすると、まあ年々新しい知識のアップデートが必要なんで、その、これ好きっていうのがないと勉強する気にならないので、そうするとどんどん知識が古くなっていくんですよね。 あの、まあ、例えば最近 PHP また早くなったよね、みたいなのって、3年前ぐらいだと PHP とか遅いからマジ無理、みたいな感じで、もう新しい言語に行こうぜってなったんですけど、また PHP 早いから PHP でいいじゃん、みたいなので、多分また3年後ぐらいに PHP 遅いよってなってると思うんですけど、っていう感じで流行りがどんどん変わってくんですよね。っていうのがあるので、その、好きでやってる人じゃないと、やっぱりエンジニアって優秀にならないなと僕は思うので、 あんまりこうサイバー大学を利益書に書いてあったとしても僕は重宝しないです。はい。重用しないですかな。